米大リーグドジャースの大谷翔平の通訳だった水原一平氏の違法賭博疑惑をめぐり、スポーツ庁の室伏広治長官は5日の記者会見で、選手やコーチ、関係者がコンプライアンスを徹底し、違法賭博に関わることがないように取り組む必要がある、と釘を刺した。写真、国際犯罪捜査対象になったと報じられた水原氏。日本スポーツ振興センター、JSC。が運営するスポーツ振興くじは法律の上で適正に行われているとした上で、賭博だけでなく反ドーピングも含め法律以外にも守らなければいけないルールがたくさんある。スポーツ界の高潔さや中立性を確保するため全力を挙げたいと述べた。